シューズ入場テーマになってるのに、うん、あそうその夢見ますよ、ね、いやすごい出てないみたいな夢があるこれレスラーあるあるあるっすね夢でもう自分の曲もなってんのにまだ、ちょっと待って、まだ入ってない、入ってないっていう夢絶対見るんですよ焦る夢ある焦る夢これ新日本の頃に、はい、ライガーさんのみんなで話してたから、はいはい、で、噂によると、はい、こう責任感の強い人は見るらしくてあ、そうなんですか、はい、って話をしてて、ライガーさんがエルサムライさんに、はい、そういう夢見るって言ったら、はい、サムライさん、おい、見たことないですねそういうことなんだって責任感ないんだわそれサムライさんだけじゃないよ